下月陽香です。今回の落書きはですね、とあるお店で食べたハンバーガーをスケッチしておりますといったところで、まずは万年筆でのざっくりした線画から描いておりますね。かなり適当な緩い線で描いております。特にこういう食べ物なんかを描くときはですね、あんまりきっちりした線で描かない方がいいように思いますよね。陰影なんかもぐしゃぐしゃの殴り書きで、ザクザク描いております。こういう落書きっぽい描き方が楽しいですよね。このハンバーガーはパイナップル、ハンバーグ、トマト、レタスというような具材になっておりましてですね、この具材の重なりを描いておるんですけれども、線画の状態ではちょっと何が描いてあるか分かりにくいですよね。まあでもこの段階ではあんまり気にしなくてもいいんじゃないかと思います。後から色鉛筆で色つけますんで、まあ、赤とか緑とかが入るとですね、これがまた不思議なもので、なんとなくトマトとかレタスに見えてくるんですよね。でまあざっくり線画が描けましたらですね、水筆ペンを使ってこのインクを塗り伸ばして陰影をつけていきます。今回はちょっと筆のタッチを残す感じにしたかったので、平筆タイプの水筆ペンを使っておりますね。ここでは色を無視して影のみを描くということに徹したいんですけれども、これがなかなか難しくてですね、特に室内の明かりで撮った写真なんかだとですね、影の方向がちょっと分かりにくかったりしますし、影が濃いのか色が濃いのかっていうのがね、見れば見るほどどうなってんのかがよく分かんなくなってきてですね、結構混乱するんですけれども、ということで、分かりやすいところだけを描いて、写真の通りになってなくてもいいんでね、分かりやすい影だけを拾って塗ってやればいいんじゃないかと思ったりしております。今回の写真でしたらハンバーガーの重なりをね、割と分かるように、上の具材が下の具材に落とす影とかですね、そういうのと、それからお皿に伸びるハンバーガーの影とか、お皿自体がテーブルに落とす影とかですね、そのあたりの分かりやすいやつ、そこら辺を気をつけて描けばなんとかなるんじゃないかと思いました。あとお皿の模様っていうかグリーンのラインが入ってますけれども、これは線画では描かないでいますね。全部が全部線で描いてしまうと画面がごちゃついてしまうんでね、ある程度抜いておくというか、ちょっと省略して描いておくと、すっきりしていいんじゃないかと思うんですけれども、特にこういうお皿の模様なんかはね、後から色鉛筆だけで描き入れてしまった方が雰囲気が良くなるように思います。で、一通り描けましたら色鉛筆での着彩ということで、万年筆と水筆ペンで陰影を描いてるんで、基本的には塗り絵の要領で塗っちゃっていいんじゃないかと思います。いわゆるグリザイユ画法っていうのをね、参考にしておるんですけれども、手早くスケッチするのにはね、有効な方法なんじゃないかと思ったりしておるんですけどね。で、ある程度塗ってからですね、ちょっと物足りないなってところを塗り重ねたりとか、陰影を強調したりとかね、色を混ぜて深みを出したりとか、そんな感じで進めていけるんじゃないかと思います。さて、ここいらでですね、この写真のハンバーガーについても少しお話ししておこうと思うんですけれども、こちらはですね、ザ・マンチーズバーガーワークスという、ハンバーガー専門店で、大阪の天神橋筋商店街からちょっとそれたね、脇に入ったところにあるお店なんですけれども、そちらでいただきましたゴルゴンゾーラパインバーガーというハンバーガーでございます。見ての通りですね、上下に結構ボリュームのあるハンバーガーで、中のハンバーグっていうのか、かっこよく言うとパティっていうんでしょうかね、これがですね、通常のミンチを丸めてハンバーグ状にしたものではなくて、なんというか、カットステーキを寄せ集めた感じの結構肉肉しいパティになっておりましてですね、これがめっちゃ美味しいんですよね。ハンバーガー専門店ということで、メニューはハンバーガーばっかりなんですけれども、中の具材によって種類がいろいろありましてですね、このゴルゴンゾーラパインバーガーっていうのは、その名前の通りなんですけれども、
ゴルゴンゾーラチーズが肉の上でとろっと溶けておりましてですね、その上にパイナップルがドーンと乗っかっているという、これがこのしょっぱい酸っぱい甘いっていうのが何ていうか絶妙な味わいでございまして、めちゃめちゃ美味しいハンバーガーでございました。でその下にはトマトとレタスで彩りもいいのでね、ちょっとスケッチしたくなるようなビジュアルでもありますよねというところですね。最後の仕上げにポスカの白を使ってハイライトを入れていくんですけれども、これが結構楽しいんですよね。特にこういう食べ物の場合はいわゆるシズル感っていうやつを出すのにこの白いハイライトが欠かせないんですけれども、楽しくてね、油断するとやりすぎてしまうんで、ほどほどにしておくのが効果的だとは思うんですけれどもね。で今回は1回白でハイライトを入れたんですけれども、後から見るとちょっと何て言うんでしょう、このバンズの色、ハンバーガーのパンのところですね、このバンズの色が物足りないなと思ってもう一回塗り足しております。何て言うか、もうちょっと焼き色が欲しかったっていうかね、色が弱かったような感じがしたので塗り重ねておるんですね。色鉛筆はこんな感じで後から手を入れるのが割と手軽にできそうな感じでいいですね。これが水彩絵の具なんかだと、割と一発勝負みたいなところがあって、後からごちゃごちゃ触ると大体ろくなことがないんですけれども、色鉛筆はそのあたり比較的ハードルが低めな感じがします。後からの手直しもある程度できそうですよね。上から塗っちゃってるんでね、先に入れたハイライトの上にもね色がちょっと乗っかってるんで、改めてハイライトをもう少し入れ直してで完成としております。てなところで、今回の動画では万年筆と水筆ペンと色鉛筆を使ってハンバーガーをスケッチしてみました。最後まで見てくださった方おられましたらですね、本当にありがとうございました。また別の動画でお会いできましたら幸いです。といったところで、さよなら。